ではチャーハンやってきてください。油を出しますね。でこれぐらいしっかり煙が出たら卵、ここで素早く混ぜて半熟のうちにご飯を投入しますね。この半熟のうちにご飯を、で卵を入れていきます。ね、僕今形でやってるんですけど、すごい鍋が安定してるのですごいやりやすいんですよね。全然ね、くっつくこともなく、ここで、しっかり加熱してあげて、ご飯にこう温めてあげるってことが大切ですよね。最初からこう温かいご飯使うとよりこうきれ早くきれいにはできるんですけど、全然冷たい今みたいに安全にこう冷えてるご飯でもしっかりこの芋のが熱を持ってるので、ご飯を温めることができるんですね。よくこう家庭の火だと降りすぎちゃって温度が下がっちゃうってことがあるんですけど、こうしっかりご飯が温まることによって、その後から入れる塩とか醤油とかキムチの味がご飯の中心までしっかり温まることができて、ただよって少ない調味料でもすごく美味しくなるというか、ご飯の甘みが引き出されるような、だからすごく向いてるんですね、この芋の鍋で。やっぱ鍋に深みがあると混ぜやすいですか？混ぜやすいですよね、これ混ぜやすいですよね、はい、こんな感じでぐるぐると大胆に混ぜていただいても飛び散ることがないので、今回ご飯 450g ですね、だいたい2合弱の量なんですけども、その量でもこうしっかりと全体を炒めることができるので、それも26センチのお鍋だからこそできる、はい、やりやすい調理です。加熱時間はだいたい2分から3分目安に、しっかりご飯が温まったらそれで大丈夫なので、いいですね。こんなにゴロゴロとキムチとチャーシューを入れても